お歌書は日本国憲法施行以前に存在した宮内省の部局。1888年設置、1946年廃止。御性、お歌、歌語会に関する事務を所掌した。御性とは天皇の歌を言い、お歌とは皇后その他の皇族の歌を言う。1869年、三条西水に末ともに角模様で時々参頂すべきことを命ず。 1871年区内省に、稼働御用係を置き、1876年稼働、御用係と工学御用係を合わせ文学、御用係と称し、1886年文学、御用係を廃止自住職に、お歌係を置き、高崎商風に、お歌係長を仰せつけ、よりうど、参考の職を置く。1888年6月、自住職お歌係を廃止、 国内省に、大田省を置き、高崎省風に、大田所長を仰せつける。大田所が置かれたのは稼働を奨励する、明治天皇のお示しによるものだという。1897年10月、宝直の国内省たちにより大田所管制を定める。大田所に次の職員を置く。1907年11月、国内省たちによる大田所管制を廃止。 新たに皇室令によりお田書官制を定める。お田書は、区内大臣の管理に属し、漁政を歌及び歌誤会に関する事務を司る。お田書に、以下の職員を置く。1910年12月、お田書官制を一部改正し、六五等六人とする規定を削る。1912年2月、お田書長の高崎勝風が公表する。同年7月、 明治天皇が崩御する。1914年4月、昭憲皇太后が崩御する。同年7月、大田所管制を一部改正し、大田所長の職務から女性大歌の師匠を削る。大田所長は他の区内職人員官が兼務することになり、その職務は、書務の勝利と、ところ部職員の監督に限られる。翌年、入江ため守るを、大田所長に人数。 1916年10月、明治天皇の御政を編纂するため、大田書に臨時編参部を置く。大田書職員が臨時編参部職員を兼ねる。1921年10月、大田書管制を全面改正する。大田書がこれまで宮内大臣の管理に属する外局であったのを、改め、これを宮内省に置かれる内局とする。大田書に以下の職員を置く。 同年12月、大田署に置かれた臨時編三部を廃止する。1946年4月、大田署を廃止する。その書長事務をと書料に移管する。1927年2月、元頼宇度の井上道康が明治天皇御周辺さ三について講演し、その冒頭で大田署の職務について次のように語った。ありがとうございます。